お知らせいたします。ただいまの第2ラウンド青コーナー、ドク選手左目の上をカットしております。この傷は偶然のバッティングによるものです。
ただいまのレフェリー中村和彦のストップによるテクニカルノックアウトタイム、最終4ラウンド40秒、4ラウンド40秒、赤コーナー渡辺隆一選手プロデビュー戦 TKO 勝利でございます。第2試合、両選手入場です。